皆さんこんにちは、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日もよろしくお願いします。まず皆さんにすっごいいいの見つけたんで紹介したいんですけど、これ小学館の図鑑ネオ星と星座という本ですね。めちゃめちゃいいっすよ。まあ、今年コロナウイルスの影響で発売が遅れてたみたいなんですけどね、先日ちょうど出たってことで、これすごいね、本当に星空の基礎とか、まあ、ギリシャ神話のこととかもろもろ網羅されてて、これねすごいわ。子供にもおすすめですし、星の勉強したいなっていうふうに考えてる大人にもすごくおすすめです。作った人の名前見ると、監修協力で大川拓也さん、大川さんね、私と同じ誕生日なんですよ大川さんさすがだわ、すごいわ。名だたるその業界の有名人の方も関わっているっていうのもあるんですけど、これなんで私が今回紹介してるかというと、ここにですね、これ DVD ついてるんですよ。この DVD の中にカメラで星を撮ってみようっていう、そういうコーナーがあります。なんとそれ私監修を担当させていただいたんですよ。 DVD 見ると成沢って出てきます。初心者目線で、星空の写真の撮り方っていうのが、載ってますので、今年一番のおすすめかもしれない、これぜひですね購入してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、それでは本題に入りますが、YouTube の更新をするときに、動画投稿するときにですね、今回何やろうかなっていつも悩むんですけど、今日の動画は、来月に迫った火星接近ですね、これについてご紹介したいと思います。火星接近を見たい方、撮りたい方、その両方でですねコンパクトにまとめて、前半後半で、ご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。火星大接近が2年前だったんですね。2018年に火星大接近っていうのが起こって、その2年前2016年にも火星中接近って起こってるんですよ。今年2020年も火星中接近なんですね。火星って15、6年周期でこう地球に大接近を繰り返すんですね。で、2020年は火星中接近なんですけど、2000年に入ってからの火星接近の距離をこうまとめてみたんですよ。2003年と2018年が火星大接近ですね。この表を見ると、火星大接近の時っていうのはだいたい地球と火星の距離が5000万キロ台になるんだなっていうのがわかります。で、その他の数値を見てみましょう。そうすると、今年の距離、大接近を除けば2番目に近づいてるんですよ。ほぼほぼ大接近に近い感じです。大きくくりで言うと中接近なんですけど、実質見える大きさはもう大接近に近いですよっていうのが今年の特徴なんです。普通の人はね、なんかまた火星接近してるんだぐらいにしか思わないんですけど、天文マニア、天文好きな愛好家の方々にとってはですね、この2020年の火星大接近がまさしく観測好機だということで、2016年4年前から2020年の今年に照準を絞って、惑星を撮る練習をしてきてる方もいるぐらいなんですよ。まあ私も実際そうなんですけど、全然メディアでねまだ取り上げてないですから、まあ、せっかくのそういう観測後期なんでね、皆さんにお伝えしたいなと思って今日は動画にしようと思いました。じゃあなんで今年の火星中接近がいいのかというところをコンパクトに説明していきますよ。最接近、一番近づく日は10月6日でございます。この10月6日が一番火星が地球に近づくので、普段火星ってすごいちっちゃいんですけど、めちゃめちゃでかく見えると。ただ火星と地球の距離って6000万キロとか7000万キロとか離れてるんですよ。だからちょっとの誤差、ちょっと近づいても大して大きさ変わんないんですよね。で、つまり10月6日の前後1ヶ月はもうすんごいでっかく見えるってことです。まさに今が観測後期っていうことですね。10月6日を逃しても、まあ、10月中はですね大きく見えると思いますので、今からでも全然間に合う。今、火星登ってくるのは大体10時ぐらいなのかな、ちょっと遅いんですけども、火星が登ってくるまでは
木星と土星がね見えてるんですよ。これまた観測後期なんだ。木星と土星を見て、なおかつ遅めの時間に火星を見ると、もうねこれは惑星のグランドスラムですよ。ぜひ見てほしい。で、観測には必ず天体望遠鏡が必要です。やっぱり目で見てもただ赤い明るい星にしか見えないので、双眼鏡でもちょっと倍率少ないんだな。大体倍率で言うと100倍から200倍ぐらいの間があればいいです。倍率が高くなりすぎると今度ね視野の中に入れるのが難しくなってくるんだ。だから、150倍前後ですかね、そのぐらいの倍率を目安に天体望遠鏡を買うといいと思います。そんなこと言ったって火星どこにあるか分かんないよっていう方のためにですね、やっぱりですねアプリがちゃんとあるんですよ。ビクセンで出てる、マーズブックっていうのがありましてね、これで火星の方角とか見れます。まあ、このちょっと簡単に説明すると、左上の表示モードっていう選択を押して、この火星接近の説明っていうところを見ると、その火星のがどうして火星接近が起こるのかっていうのをコンパクトに説明してくれてますので、まあこれ見ていただいてですね、でそれから火星の位置がわからないっていう人は、この火星選択製図表示っていうのを選んでいただいて、右下を押すとスマホをかざした先に何があるのかっていうのが調べられます。で今火星はだいたい南東の方角ですねに50度だから結構、高いですよね。南東の方角にいらっしゃるのですごく見やすいです。でこのでアプリには倍率のシミュレーション機能があって、左上に、火星って出てますけど、ビクセンの、天体望遠鏡を選んで、その機種で、接眼レンズ、倍率を変えるやつですね、その接眼レンズを変えたらどのぐらいの倍率で見えるのかっていうのをシミュレーションできるようになっています。で、これこの画面で見るとすごいちっちゃいんですけど、実際はこう接眼レンズを目につけて、見る状態なので、このスマホのこの小さいここの左上の画面で見る大きさよりも体感的にはかなり大きく見えます。そこはねちょっとこのアプリでは数字伝わりづらいんですけど、こんな機能があります。こう倍率を上げたりとか下げたりとかっていう風に、でこの接眼レンズの矢印を上げていくと火星がどんどん大きくなっていくようにしていきます。こういう風にですね、火星の位置を調べることができます。あとは、火星の説明を終えた後にこのデートっていうところをこう調べるスライダーをすると、この日付ね、何月何日の時にどのぐらい火星が大きくなっているのかっていう風になるんですね。で、2020年の10月6日が最接近、一番大きく見えますよと。これ火星の模様もこれ見えるからすごく便利なんですけど、例えばね今9月それから10月の後半っていう風になると、ちょっとちっちゃくなりますけど、そんなに大きくまだまだでかい状態なんですよ。なんで、観測後期なんだなっていうのはこれで分かるわけですね。はい、このアプリ、ぜひともご活用ください。火星が、火星のいる位置、方角、それから、こういう火星の知識を、得るにはちょうどいいアプリになってます。これ無料です、ダウンロードリンク貼っておきますので、そちらからぜひ、ダウンロードしてみてください。2年前の2018年の火星大接近のことをお話しするとですね、実はめちゃめちゃ火星近づいたんですけど、火星側の天気が悪いっていうね、地球からはもうバッチリ火星が近づいて、大きく見えるはずなんですけど、火星の天気が悪くて、それこそ火星の地表がね見えなくなるぐらいの大砂嵐が起こっていたんですよ。ですから、多分ね当時ね火星を見た人はね、なんていうかのっぺらぼうの火星で、なんかただ赤いだけみたいな火星を見た方が多いんじゃないかなと思います。それは今年はありません。星空の場合だと、月が出てない時が綺麗に見えるって言いますよね。
惑星って惑星自体がかなり明るく輝いているので、月明かりがあっても全く関係ないんです。晴れていれば月があっても見えちゃう、それが惑星なんです。天気さえ良ければもう毎日楽しめちゃうっていうことですね。星を楽しむのは冬の方が綺麗って言うじゃないですか、まあ、確かにそうなんですけど、惑星の場合は違うんですね。日本の上空は偏西風っていうですね、ジェット気流が吹いてるんですよ。これが強まるのが冬なんですね。この偏西風秒速 100m になるんですよ。秒速 20m になったらもう立ってられないですね。写真撮るときは秒速 5m 行くとちょっと三脚厳しいかなっていうぐらいです。それが 100m なんですよ。だからすごい強い風が吹いているんですけども、偏西風が強いと大気が揺らぎやすいので、惑星を見たときにこうぼや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 してですね、よく見えないんですよ。で撮影しても結構厳しい細部まで撮影することができないので、この偏西風が弱い時期に撮影するのがいいんですね。でこの偏西風が弱い時期は夏なんですよ。だから惑星観測には夏が最適と言われてるんですよ。ただね、夏ってもう一個、まあこれ個人的な意見ですけど、もう一個大敵があって、それがエアコンの室外機なんだな。ベランダから望遠鏡を出して惑星を見ようとした時に、どこの家にもベランダにエアコンの室外機を置いてあるんですよ。でこのエアコンの室外機から出る空気で大気が揺らぎます。つまりベランダから惑星を天体望遠鏡で惑星を見ると、エアコンの室外機のせいでゆらゆら揺れてですね、よく見えないんですよ。で自分の家だけじゃなくて、周りの家もエアコン使ってるじゃないですか。だから、街中からこうすぐ屋根の上にある惑星を見たりすると、もうエアコンの室外機の影響で全然よく見えないから。で今10月ってちょっと最近涼しくなってきて、夜エアコンつける家庭ってね、だんだん少なくなってきてるんですよ。エアコン室外機の影響が少ない、で偏西風の影響も少ないということで、この9月10月っていうのは割とね、惑星よく見える時期だと個人的には思います。